皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、3月4日、13時49分、一応撮影したんですけども、ちょっと撮り直しで、もう一度再度撮影しています。3月2日の23時47分ぐらいに、男性2名、まあ、向こうの方から、今出てきたら殴るぞと、そういうふうな、声が聞こえてきて、で、その時スマートフォンの電源オフにしてたんですけども、すぐに、起動させて、で、まあ、この横を通り過ぎて、まあ、向こうに歩いていくところで、まあ、1分以上経過してからやっと撮影して、まあ、男性2名、映ってるところの映像がこの後出てきます。で、警察にその後通報してるんですけども、まあ、警察官の人にこう話してる時に、そこまで内容しか伝えれてなかった。で、まあ、この内容を犯人とか、その該当する人物とか見たときに、今までのこちらの状況とかも言っておきますと、まあ、そもそも、今出てきた殴るって言ってきた人間は今まで何人かいた。で、その人間が、何って言ったか、もう一度聞かせたるだとか、そういうふうなことを述べてる人間が歩いているときに多分そうなってるか、心の声か何かで僕に言ってきてる。で、もうキリないから、とにもかくにもあんな時間帯とか歩かなかったらいいんですよ。することなんかそもそもないんだから。家にいようと思ったら言える時間帯なんだから。本当に、急遽、例えば晩ご飯買いに行くだとか、ただ他の道を使えばいい。ここの横を通らないで。で、これが最終結論で、昔警察官の人たちもそう対応してくれていました。2003年に春山整骨院という建物が解体されています。で、そこの医療関係とか、介護職関係の人間、その人間が結局、老後さらに、連れてきて、春山整骨院とかにっていう、まあそういうふうな、内容もあるんで、その春山整骨院の中出入りしてるんだったら、もう集団的な、暴行事件ということになります。私の見解ではね。で、極度に睡眠不足にさせて裁判妨害っていうこともできますし、どのような内容を、裁判所に提訴したりだとか、そういった内容とかも世間にある程度開示してますし、で、それは300番台、ホームページ、淡井圭介の履歴の300番台に掲載しています。で、これ積み上がっていく一方でね、もうどうしようもなくなってるんですよ、本当に。スポーツ関係の勝ち負けだって正直降りたいし、格闘技ももちろん。で、あ、これ今軽くなりましたね。格闘技関係の勝ち負けから降りたいで、だいぶ軽くなりましたね、体。次頭の中、取られたんですけども、もうとにもかくにも、まずその男2名の、撮影した動画と、通報した記録を、動画つなぎ合わせておきます。で、それは記録として、YouTube にアップロードして良いということになってます。警察官の方から許可もいただいてますし、まあ、いろんな件含めてね、結局、証言者とかも集めなければならないので、世間に開示するっていう内容に関しては、それは裁判所の裁判官は法廷でこう言ってます。それは各あなたに、各個人、あなたにお任せしますと。そういうことを言ってます。これが現実です。だから、一部偏ったデマとかが流れたりしてますけども、そういうことではありません。本当に事実、真実というものが重要なのであって、では、これぐらいに、しておきます。動画、あと流れてくる映像を見てください。以上です。向こうの方に歩いている男2名、手前の岡林県方向から歩いてきて、今外に出てきた殴るって言ってた男2名、そのうちの1名が言ってる。電気も使え。どうかせん家。で、本当は向こうの部屋かな。日付と時刻。今日は来い。ストーカー行為法違反でもあるけども、先ほどの男に黒い服着てるからとって逆にはなれ、
少数で多数に勝った時の流れを使用する。日付押さえなあかんからパソコンが起動するまでちょっと時間かかりますね。まあ、2024年は分かるとして、あとは奴らが先ほどの奴らが格闘技関係の人間だったとしたらリングに上げちゃダメ、それで金稼ぎは絶対なしや。そんなことしようと余計金稼ぎのために淡井圭介に絡みに来る奴らが来る。iPad で2024年23時51分3月2日なんですけども、あいつらが言っていたのは今から4分ぐらい前だから23時47分くらい。正直ね、先ほどの2名、僕の家の横を通り過ぎたのは多分23時47分ぐらいの頃、その、エシロンや富岳とかで電波でその時の現場の映像を出してその人物特定できるならその2名は特定してほしいですね。出てきたら殴るって明らかに、こっちが、淡井さんそれは特定できへんから、その2名に関しては、なんとか対応していただきたいです。どう対応したらいいの？どうしましょうね。もう一応録画、それ録画しながらね、言っておいたのは、昔もありましたけども、その、喧嘩売りに来た人間に対して、その、じゃあ俺らが相手するわみたいな形で、格闘技業界の人間がリングを上げて相手するの。どうしたらいいの？いや、その辺のところね、僕も家の外には僕だって出たくないし、全然いいよ。とにもかくにも通報したっていう内容、そういうことがあった、言ってきた人間がいたっていう男2名、そういうのがあったいうことで黒い、そうですね、とにかく記録、またほなその辺パトカーのお前さんにちょっとまた時間見て回っとってって言うわね。そうですね、これね、パターン的に一応報道番組見てるときに変なやつは来ないんですよ。で、報道番組終わったときに CM その後の、バラエティ番組をつなげるような形で放送するでしょう。だからどうしても電源切るのが間に合わない、報道が番組終わるときに。分かったんで、またその辺またパトカーのお前さん、淡井さんの家の近所また回るとき気をつけとってって言うとこは。ああ、そうですね、はい、失礼します、はい。